Hey Jude。 全世界で1300万枚のセールスを誇るビートルズ不朽の名作、本日好き放題審査してきた彼らは世界の名曲でどんなハーモニーを奏でるのか。 Hey Jude。 優しい帰りや。Take a sad song and make it better. Remember to write your heart. Say it again to me, better. Hey, Jude. You get so amazing. Then you begin to make it to better. And anytime you feel the pain.あとちょっと飯尾先生のナナナナナナナ突然小田裕二的なナナ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 ナ若林さん、はい、お気に入ってる感がすごかったんですけど、いや、やっぱり英語なんで、はい、あの場所が分かりにくいんで、場所でも当たってたと思います。当たっていた、はい、場所場所当たってはいる。あのよくクイズ番組で、ええ4曲ぐらい歌を流して、はい、何が入ってるでしょうかってあるじゃないですか。はいはいはい、はい、一瞬なんか探しましたよね。なるほど。でその中に平次郎はなかったですね。小田さんに関してはギター弾くのかなと思ったら後半叩いてたから。そしていよいよボビーの得点結果を発表。優勝者には不名誉な称号と悲しい賞品が。明日からハレルヤ。果たして初代チャンピオンに輝くのは。 Go ボビーニャー。